鎌田さん、配信や解説をいつも楽しく見させてもらってます。月姫が好きでメルブラが新しくなり発売すると聞いて初格ゲーでメルブラをプレイしました。ありがとうございます。最初は何もわからなかったんですが、リリース日からプレイし続け、いろいろな方の配信や解説を見ながら自分なりに理解し、やっと S プラスに到達することができました。え、強すぎない？本当に嬉しくて、このゲームに出会えてよかったと思ってます。私事ですがご報告させていただきました。これからも楽しませていただきます。え、ちょっと待って、思ったよりもだいぶ成長したな。あの、ここの文章からさ、一気に行き過ぎじゃない？なんだこれ。ちょっと本当ありがとうございます。月姫が好きでメルブラから初格ゲーを始めて何も分かんなかったけど、いろいろやってたら S プラスになった。ここで飛躍しすぎてる。飛びすぎ。なんかね、おかしいんだ。こうトントンバシューンみたいな感じになってる。すご、震えてきた。本当に嬉しくて、いや、ありがとうございます。すご。いや、あのね、なんだろう、あなたはおそらく大変ゲーム、対人ゲームですね、に対しての理解度が高いんだろうなと思いますね。これは大変誇っていいと思います。そうですね、相当いいと思いますけどね。まあ、こういう人がいたら、いるのは、あの、俺的にはすごい嬉しいんですけど、いや、ちょっとここまではあまりちょっと想定しなかったですね。何も知らない状態から始めて S プラスまで何年でいけると思います？いや、この人半年ぐらいでしょ。半年でいけるっしょ。いや、あの、格ゲーやったことないゼロスタートの半年で S プラスにいけるってちょっとこの方が今証明してくれたんで、いけます。無理だな、俺はちょっといける気しないけど。俺はその、ゼロスタートでか、格ゲー始めて1年半年とかってさ、赤ちゃんだもんな。小学校でやってた時のことを思い出すと、まあここまで理屈っぽく考えられなかったからな。理論的に、論理的に勝ち負けを意識できるようになったのが高校後半ぐらいだから、でもそっからの確かに成長は早かったんだよな。多分ですけど、この人ってその格ゲー以外のゲーム、普通のゲーム、アクションゲームとかで操作のこの連動というか筋力はついてるんですよね。すごいついてる状態で、月姫がプレイできるぐらいの年齢だから、まあ大人であって、で、このなんか文章も綺麗に書けているので、まあ、頭がかなりいい方だなとは思います。まあ、正直文章を見れば分かりますよね。この人がどれぐらいのね、あの、知能指数を持っているかぐらいは。で、なんで、筋力あります。あの、物事を論理的に理解する力があります。で、メルブラ、まあ、結構やっぱ新規向けに分かりやすく作ったっていうのもあって、かつ配信でね、いろんな人がいろいろ教えてくれてるっていうのもあって、それを的確に述べたら、こういうケースもごく稀にあるんだろうなと。私思いました。いや、正直ね、あの、筋力を育てるのが一番大変だと思うんだよね。その格ゲーの操作の筋力っていうのは、そのしっかりガードしよう、コマンドを正確に入れようみたいなね、その十字キーのさばき方ですよね。開け込んでもいいけど、この辺の適性がある人だったら、あとは、まあ、ある意味その頭が良ければっていうと語弊があるけども、まあ、理解力が高ければ結構強くなれると思うんだよね。俺もそうだったし、まあっていう感じかな。まあちょっとあんまりちょっとこの話を掘り下げると難しいんですけど、いや、本当ありがとうございます。メルブラ、これからも遊んでいただけると嬉しいです。ね、そうですね、タイプムーンエースとかにも書いたんですけど、今後もね、アップデートを続けていきたいと思ってますので、
よろしくお願いします。はい、お便りいただきありがとうございました。いろいろね、機能とか足していきたいんで、